行きまーす。こんにちは、みりんですけども。もうそろそろ夏が来るじゃないですか。夏といえば水着じゃないですか。いや待て、最近のソシャゲは冬も春も秋も水着キャラを実装させ。夏といえば水着じゃないですか。夏といえば水着なんですよ。というわけでね、水着で狩人の頂きをやっていきましょう。じゃあ足削りが痛いって。足削り2回で体力7割以上持ってかれてるけど、何の冗談。そう、意外と知られていないんですけど、水着って防御力低いんですよ。いろんなゲームで水着キャラが当然のごとく戦闘してますけど、そんなたわけたことあるわけないじゃないですか。ってわけで水着で狩人の頂きをしばいていきます。何が、ってわけで7日理解に苦しむが、こっちだって布団でぼーっとしてたら突然この動画ネタが降ってきて理解に苦しんでるが、なぜこれをやろうと思った。そこにアイディアがあったから。そんなことは置いといて、リオレウス戦打倒に始まっておりますが、先も触れたように足削りだけで死ねる耐久だから、迂闊に足元へも潜れないのが痛いか。いや待てや、足削りで死ぬ耐久って何や、どういう装備構成やねん。こんな感じですけど。ああ、うん、もうお前裸でやれよ。光線は相手剤をご存知で、何色同じならサムネに裸縛りって書いた方が視聴者釣れるだろうがよ。まあ、うん、それはそう。でもさでもさ、裸より下手な薄着してる方がエッチじゃない？少なくともモンハンで考えることではないよね。そろそろ画面の方にも触れようか。とりあえず、バックジャンプ、ブレスト回転、尻尾が主要な警戒行動。それと足削りでも普通に死ぬので、多少キキリ気味という具合。あ、ここは死に爆破を当てたかったのですが、回転尻尾にずらされてますね。うんちです。回転尻尾と正面への攻撃を警戒しつつ殴り、爆破は足に当てて起点作りという具合か。おおむねそんな感じ。ダウン取るだけでランクが1、2回入るし、そうすると次の爆破がまた機械と、そういうループを仕掛けれるのが理想って感じかね。爆破の手数武器は大体それが安定卓になるか。正直、頭殴り軸で倒したかったけど、ほぼ裸な中でそんな余裕はなかったね。まあそこはやむなしか。で、今回レグの確認だが、アイテムの縛りは、なしやね。記念族の縛りは、ありやね。ランク大砲連れてくると、それだけで難易度が大幅に変わっちまう。で、一切強化してないもがき使い式で狩人の頂くと、水着はコンセプトだからそこは絶対やな。まあ裸でやるのと同等だし、そこまで大した難易度でもないか。私は防具より武器を縛る派だから、結構しんどくはあるけどね。ま、後藤の大連続狩猟だし体力は低いから、なんとかなるでしょ。実際問題、レウスとかは特に体力が低いしそろそろ死ぬんじゃない、死んだわ。あ、このペースで枯れるなら結構すぐじゃん。どうだろ、レウスはこの中でも特段脆いだけだからな。音楽降ってきたのに、何のんきしてんの？いやー、音楽聴いてたらなんかインターバルが終わってて。ってわけでオーガ戦です。足削りがないので、比較的楽かな。爆破によるダウン誘発とも相性はいいし、ここは休憩か。いや、普通に角カックンとエビ取りの仕掛かりで即死するから、気は一切抜けないけど怖いんだって。というか、脇位置に罠置いておけばよかったものの、ずらしておいてたのか。ハンマーとかならそれでいいんだけど、爆破装填だとこの方が美味しいかなと思ってね。まあ、チンタラしてたせいで、そのチャンスを無駄にしたんですがね。あ、いいんだよ、今回は真面目に詰めるわけじゃないんだから。まるで近々タイム詰めるみたいな言い方するじゃん。いや、やらないけどね。で、いくつやった過去が2度あるから信用できねえんだよな。私は巨人とオーガーしかタイム詰めれないし、さすがにかな。ちなみに、こんなマシュマロ来てるけど。ん？嘘だろ、この縛り撮影時はこんなの来てなかったぞ。これは天才的な神合い。ま、そんなわけだ。やりたまえ。うっせぇ。ろくなタイムでない確信はあるけどまあええか。で、画面に話を戻したいが。まだ犬転がししてるから絵面は地味かも。ってわけで30秒くらいスキップ。ワンコが光るワンコになりましてと。誰の頭がつるっぱげだって言ってない、そんなこと。ぐらい被害者意識がバカでかい人たまにいるよね。突然香ばしい界隈の話するのやめな。そんなことはどうでもよくて。状態電磁の犬が苦手すぎて、割とうっかりで死にかねないんですけども。引きればどうとでもなるけど、詰めようとすると一気に被害が増える。あ、ここは死に行くか頭に行くか迷ってどっちつかずな殴りしてますね。こういうとこが下手たるゆえんではあるか一旦。あ、怒られています。何もしてないのに怒られています。方向回避もミスっています。とはいえ、怒りだと這いずりが解禁されるので、それはそれで攻撃チャンスなのですが。あれ、そろそろひるむはずなのにひるまね。あ、行った。ダメ系がバルトとても情けない絵面になってしまう、悲しい。とと、未来では存在しない、ダウンの起き上がりにサマーソ連携があるので対比用意。おい、そこに判定やるのはズルだろ。また一つ新たな知識を得れてよかったじゃねえか。いや別に知ってたけどさ、エクスプロアであの判定に散々苦渋舐めさせられたけどさ。それはそれとして、ゲーム的におかしいじゃねえかよ。
はい、終わり。第3ラウンドはブラック戦。正直、一番億劫までありますが。爆破の通りが悪く足ダウン誘発もほぼ不可、相性は当然最悪。てか、ここ別にずらして罠置く必要なかったですね。方向あるし、この位置関係だと素直に来ないのは明白ですし。それじゃ、雑にランズしていきますか。で、終わりと。私はブラキが不足かすほど苦手なので、ここから地獄なわけですが。あまりにも下手すぎませんかね。ただでさえ下手なのに、双剣で裸だとチキっちまうんだって。普段、双剣でブラキは？それが全くやらねえのよ。基本ハンマーだし、気分転換も棒眼だし。あまりにもリーチ感覚が違いすぎて、さすがにハゲかねない。ここも潜り込みすべきなのに、仕切りすぎて外へ回避してますからね。さすがに下手すぎて見せられるものではないので、カットさせていただきまして。あまりにも雑すぎる。さすがにこの映像を垂れ流したら視聴者にジンマシンができかねないからね。しょうがないのだ。第4ラウンドはラギアーシュ。とりあえず初手は穴爆弾安定。とはいえ、こいつは足ダウンするし初手足殴りでもよかったんじゃないか。まあ初動足殴りで方向阻止ダウンからの、さらに追撃足殴りで怒り方向阻止が上振れ最大展開ではある。けど、それやっぱり安定しないのよね。大連続の1投目とかならその上振れ狙いはありかもしれないけどね。さすがに4投目でそれを、しかもほぼ裸でやるのはしんどいかなって。で、いつ、怒り方向阻止を決めていくと。さすがに1回くらいならできなきゃ、爆破武器持つ資格ないからね、当然。で、ここからはどうするかと。まあ当然、足ダウンからの背殴りループが理想。高速による自由時間が、やっぱり一番偉いのよ。ただ、深く潜ると蓄電か振り向き噛みつきでのされかねないのが危険。特に振り向き噛みつきは予備動作なしで殺しに来るから、今回は全力でケアするよ。まあ裸だし、こういうムーブになるのが妥当か。もっと連動があれば大きく変わる感じはあるけどね。ただ、私はその段階じゃないから仕方ない。で、爆破と。これのサイクルが理想で、後ろ足も絡めれると最大展開になるのだろうけど。でも後ろ足を殴ると振り向く噛みつきで持ってかれるリスク上がるからね。しゃあない。でも後ろ足はダウン取っても背中殴れないし、いらないんじゃない？いやー、それがそうでもなくて。爆破は当然前足に差し込むとして、その爆破蓄積中も今は前足殴ってるのよね。まあ、基本の動きよな。これが後ろ足も絡めれると、爆発蓄積中は後ろ足を、爆発は前足をと分けれて。このサイクルに後ろ足ダウンも加わるってことか。ま、早く狩るなら胸狙いでいいんだけどね。今回はほぼ裸で、ダウンによる高速の恩恵で安定させたいがゆえの理想って感じ。後ろ足に質が28で胸が44だから、その差を考えると、普段使いする立ち回りではないかも。基準論程度のものか。そう。あんまり考える必要もないかね。実際は後半に攻撃のラッシュだし、前足殴りで精一杯なのよね。ここも離脱がほんの少し遅れてたら死んでたし。あの盤面から突進撃ってくるの、やっぱやべえな。動きが緩慢ですって顔して突然範囲攻撃ぶっ飛してくるの、本当に良くない。蓄電も下手に胸潜りしてると不可避になり得ますからね。ま、あとは同じ立ち回りの繰り返しですし、カットして問題ないでしょう。そんな感じでおしまい。爆破と前足の相性がいいので、一番リラックスして戦える相手でした。というわけで最後は怒り食らうイビル城。一番の鬼門です。足の体重が高く爆破でも削りきれず、疲労以外だと2回に1回しかダウンしない。行動速度も速く足削りも多め。裸との相性は最悪か。正直、まともに相手すると普通に死ねるので勘弁していただきたい。主要な警戒行動は突然の噛みつきと壁際のタックルあたりか。今回は正面戦闘するつもりないので、まず一旦怒らが怒った。で、ここからは怒りが終わるまで攻撃とかいいので、生きることを最優先にしていきます。この行動速度を相手取るのはさすがにか。ま、殴れるときは殴りますが、こいつの怒り時は中距離の方が危険なので、懐で削りを受けないようにという具合。壁際は怖いので、一旦動いていただきたいが。オケオケ、このまま引かせれば大丈夫でしょう。は？どうしろ、中年、それはよう。まあね、これを想定して1オツ分の猶予を残してましたかね。そして疲労、ようやっとここまで来ました。事前に敷いてた罠に誘導していきます。が、そのジャガイモ飛ばしは話が違う。ジャガイモで爆弾を壊してから来るのは意地がったねーと正々堂々勝負し、入っちゃったねー。もう動けないねー。ここでワンポイントアドバイス。土壌の火怒り時胸の質は、ワントだが69だぞ。
別に意味はないが、69だぞ。みんなも覚えておこうな。で、穴で跳ねて胸部をいじくり回してるんですが、胸が高すぎてこれだけじゃ倒せないんですよね。一応、罠肉も持ち込んでいるのですが、この段階で使うのは不作。一旦、普通に戦闘します。狙うは左足。疲労時は足ひるみが全てダウンとなるため、この木に一回取ってしまいましょう。が、回転尻尾は足削りがあるのできつい。四股踏みも双剣での回避タイミングを把握してないので、結構辛いんですが。オッケー、ダウン取れましたね。さすがにダウン1回が関の山といったところでしょう。この後、罠に組種のどっちを置くかですが。ひるみ調整がうまいこといきそうなので、今回は眠りいってみましょうか。しびれの方が絶対に強いのですが、綺麗にいける気がするのでこっちで。そしたら絶対ひるまないであろう左足を殴って時間潰し。今回は食事阻止やるとかなり危ないので、素直に言ってほしいが。オッケー、大丈夫でしたね。それじゃあ行きますよ。爆発落ちだと思った？思ったよね。これでも死なないんだな。ただダメージ調整はしっかりして。メンデア？はい、計算通り完璧です。私のデータに不備とか情報とかそんなの存在しません。このランプで全部終わりです。ご視聴ありがとうございました。あれ？あ。はい、終わりです。クリアタイムは22分47秒。裸でチキった分もあるのでこんなものでしょう。そして装備もちゃんと出して終わり。本当は5石と装飾品でボマーつけようかと思ったんですけどね。そこはしたら負けだと思ってどうにか走り切りました。裸クリアという賞をもらえないだけの実質裸です。ご視聴ありがとうございました。